モーリー・ロバートソンです。4月2日五反田で開催されるガラフェスに出ます。なんか面白いことをやるつもり、ぜひ来てください。私たちアメフランスです。はい、4月2日に行われるガラフェスに私たちアメフランス出演させていただきます。ありがとうございます。場所はね、五反田で行われるんですけど、はい、以前もねガラフェス私たち出たことがあるんですけど、うん、ね、ありがたいことに出演させていただきましたね、うん、今回も一層もう盛り上げて、しかも1周年だからさ、ね、すごい豪華なアイドルさんとかさ、アーティストさんたくさん出るじゃない、うん、ね、その中にアメフラシが出れるの嬉しい、ね、嬉しい、ね、会場をほっかほかにして、うん、蒸し暑いぐらいにして、はい、皆さんが丸焦げになるぐらいにしたら誰もそれで困るけどね丸焦げになられたら困る、うん、いや困らないよって方はね、ぜひ見に来てくださいねそれちょっと怖いな、はい、でもね、1周年記念ということで、ね、私たちもね、この記念すべき日を盛り上げられるように頑張りたいなと、うん、甘います。頑張ります。皆さん、アメフラシの応援よろしくお願いします。お願いします。私も待ってます。皆さんこんにちは、フィロソフィーのダンスの奥津まりりです。4月2日に開催されます五反田でですね、ガラフェスに出演させていただきます。ありがとうございます。さて、奥津まりりは一人でどんなパフォーマンスをするのか今もくもくと考えておりますけれども、せっかくなのでソロ曲なども歌えたらいいなと思っております。頑張りたいと思います。ぜひ遊びに来てください。バイバイ。私たちパスカンファンです。4月2日に開催されるガラフェスに出演します。はい、去年の夏もね、うん、出させてもらってね、ね、あの野外で、上野の野外で、うん、なんかすごい暑くて盛り上がって ね、すごい真夏で暑かった記憶、うん、なのと、うん、あとはガラスガール、初代ガラスガール、そうなんです。私の熊沢風花が、ね、一代目です。わかっこいい。一代目がいるグループとして、はい、私たち一生懸命、うん、今回のガラフェスも盛り上げていきたいと思いますので、はい、皆さんも一緒に楽しんでいきましょう。お願いします。皆さんこんにちは、ゆるめるまです。ゆるめするまです。はい、4月2日に五反田 G6 G7 で開催されるガラフェスに出演します。イエーイ。出演ます。ただいま6点チケットの方で絶賛発売中なので、ぜひご購入ください。ぜひ来てねバイバーイ。以上、ゆるめるもでした。バイバーイ。パパ、こんにちは、リリカルスクールです。イエーイ。4月2日に五反田で開催されるガラフェスにリリカルスクール出演します。イエーイ。はい、今回はこの5人で出演します。やったー。初のね、普段は8人組なんですけど、今回ガラフェスは初の5人女子で出たいと思います、はい、ということで、ぜひ皆さんガラフェス遊びに来てください。待ってまーす。待ってまーす。春のアイドルランチミーティングビアリー、4月2日に五反田にて開催されるガラフェスに私たちアップアップガールズカッコカリが出演決定しました。イエーイ。普段のライブからね、筋肉もりもりで頑張っているので、ガラフェスも盛り上げていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。待ってるよ。五反田皆さんこんにちは、私たちマジカルパンチラインです。4月の2日に五反田で開催のガラフェスに出演させていただきます。イエーイ。はい、ガラスガールさんの1周年記念ライブということで、空がね、クイズで教えてもらったりとか、うん、そうなんですよ、うん、いっぱい浅草の街を食べて、もんちゃんも食べて、おいしい、おいしいメロンパンも食べて、わー、いいですね。3歳ぶりに金魚すくいもして、いつもマジパンもお世話になっている、はい、マイタイさんですので、はい、全力で盛り上げられるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひ遊びに来てください。頑張ろう。皆さんこんにちは、ピアノ担当のアミです。ボーカル担当シオンです。ボーカル担当のアイカです。ユーフォニアムとバストランペット担当のセイナです。サックス担当ココです。私たち楽器演奏者とボーカルの融合してユニットシオンです。4月2日ガラフェスに出演させていただきます。ありがとうございます。嬉
2回目の出演ということで、はい、最高に楽しいライブをお届けしたいと思います。イエーイ。なんと私たちこの4月2日ガラフェスで、はい、新曲をお披露目します。やばいよやばいよ、ね、楽しみ楽しみなイベントになっておりますので、はい、ぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいです。お願いします。シオンもぜひ見てください。見てください。それでは以上シオンでした。バイバーイ。バイバーイ。ガラスガール1周年記念ガラフェスを楽しみにしている皆さん、こんにちは。私たちグランシェールです。私たちは4月2日に開催されるガラフェスに初めて出演させていただきます。やったー。はい、ガラフェスはですね、アイドルのライブの他に DJ などいろんな楽しみ方ができますので、シールのライブも含めて楽しみにしていてください。それでは4月2日五反田 G6 G7 でお待ちしております。以上、私たちグランシェールでした。皆さんこんにちは。九州ガールズウィング九州女子枠です。九州女子枠4月2日のガラフェスに出演させていただきます。はい、女子枠はですね、4月8日から5人体制が始まるということで、その前のね4人体制ラストのライブがこのガラフェスになります。はい、ということでですね、4月2日ガラフェスで一緒に九州女子枠のライブを楽しんでいきましょう。お待ちしまーす。お待ちしてます。ガラスガール1周年記念ガラフェス春のランチミーティング日和、4月2日五反田で開催されるガラフェスに疾走クレヨン出演決定しました。応援よろしくお願いします。お願いします。ガラスガール1周年記念ガラフェス春のアイドルランチミーティング日和、4月2日に五反田で開催されるガラフェスに松山葵が出演決定しました。前回ガラフェスに出演できた時とっても楽しくて最高のイベントでした。今回も絶対楽しいのでみんな来てね。はじめまして、カイジバニーです。ガラフェス春のアイドルランチミーティング日和、今回お呼びいただきありがとうございます。ありがとうございます。ガラスガールさん1周年おめでとうございます。ありがとうございます。4月2日当日、あなたにお会いできるのも心をもらえるのも楽しみに行きます。会いましょう。皆さんこんにちは、スパンコールグッドタイムズです。こんにちは。はい、今回スパンコールグッドタイムズガラフェスに出演させていただくことになりました。イエーイ。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。ガラスガール1周年記念ということで、うん、スパンコールらしくガラフェス盛り上げていきますので、皆さん楽しみにしていてください。ワクワク。あ、ワクワク、ワクワクらしいのでみんな期待してもらってお願いします。盛り上げます。ということで、ボタンダでまた会えるのを楽しみにしてます。バイバーイ。またね。歌いましょう。バイバーイ。皆さんこんにちは、私たちごと BPM です。ガラスガール1周年記念ガラフェス春のアイドルランチミーティング日和、4月2日に五反田 G6 G7 で開催されるガラフェスにドット BPM 出演決定しました。ありがとうございます。当日は全力で盛り上げます。皆さん応援よろしくお願いします。以上、私たちドット BPM でした。お会いしましょう。待ってます。シロモンです。ピンク担当長澤奈美です。ライトブルー担当小野田美代です。グリーン担当後藤里乃です。ホワイト担当野上風花です。イエロー担当若槻彩香です。パープル担当藤崎葵です。ブルー担当愛野ギアです。4月2日に五反田にて開催されますガラスガール1周年ガラフェス春のアイドルランチミーティング日和にシロモン出演させていただきます。ガラスガールさん1周年、シロモン全力で盛り上げます。せーの、頑張る。拳に愛を、私たちベンジャスです。はい、紫担当桜美です。はい、赤担当リーダーの高梨蛍です。はい、緑担当日高梨央です。はい、ピンク担当鳴宮かなたです。はい、青担当羽村まつりです。はい、黄色担当和田花火です。はい、4月2日に開催される
ガラスガール1周年記念ガラフェス春のアイドルランチミーティングにベンジャス出演いたします。やったー、楽しみ。ベンジャスが全力のライブでガラフェスを盛り上げます。みんなぜひ来てください。それでは以上、ベンジャスでした。カスカスカスタリアポン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 のグロクロポンです。チルと恋に落ちる君の彼女担当水曜日チルです。はい、この度4月2日に行われる五反田で開催されるガラフェスに出演決定しました。イエーイ。実は私たちデビューライブ前です。みんな来てね。みなさんこんにちは、私たちワンハスです。4月2日ガラフェスにワンハス出演決定しました。イエーイ。たくさんのアイドルさんがいる中でその中にワンハスも入れてもらえてすっごく嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございます。そして4月2日は個人的に私小日向舞のアイドルステージデビューのお披露目の日です。おめでとう。はい、よければお祝いしに来てくれると嬉しいです。待ってます。それでは以上ワンハスでした。バイバーイ。バイバーイ。はるくです。りなです。ぶーちゃんです。ぽんちゃんです。ゆなです。私たち心リップルです。ガラスガール1周年記念ガラフェス春のアイドルランチミーティング日和に出演させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。4月2日ガタンダです。心リップル、ぶち気合入れていくけみんな会いに来んにゃいけんじゃろー、待っとるよ。以上、私たち心リップルでした。聞いてね。皆さんこんにちは、私たちブラッサムガーデンです。ガラスガール1周年記念ガラフェス春のアイドルランチミーティング日より4月2日に五反田 G6、G7 で開催されるガラフェスにブラッサムガーデンが出演決定しました。イエーイ。チケット絶賛販売中です。絶対に遊びに来てください。待ってます。みんなでガラスガール1周年をお祝いしましょう。イエーイ。以上、私たちブラッサムガーデンでした。